あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか、大変だったね。そういえば、もう一人いたよね。ああ、でもちょっと、事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ、先があるんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか？帝国軍に属する死骸ってとこ。あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え、あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。ん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね、じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね、安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話で？列車、テイトに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。そう？運転、頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけど。なあ。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね、ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみるわ。お前らはもう帝国軍じゃねえんだな。ああ、なんせ救援活動するには軍を抜けないと。お嬢が限界来ちゃってましたから、波に乗って。お嬢って誰？ああ、アラネア准将です。あ、帝都も死骸だらけでしたから。クリスタルもずっと放置しちゃってるし、軍の中だって不平不満でいっぱいでしたよ。市民は無事なのか？みんな家にこもってる。ちゃんと生きてるのか、それとも戸を閉めたまま死んでるのか、ちょっと不明ですね。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。それじゃ、行っか。まあ、こっちもいろいろあってね。もしや、ノクティス様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家、次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？うん。ああ、何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも？
の指輪をノクティス様へ、私の代わりにどうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でも、もう私の力は。果たせ、ルナフレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ。本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。最初が皇帝にあれを奪わせたのは、死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。ノクティス様はルナフレーナ様と結婚するの嫌だった。ルナフレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスも、カンナギとしてではない大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。
ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。夜はもう明けないのか。世界はどうなってしまうんだ。ずっと暗いままですね。とうとう夜だけになっちまったか。途中で水陣見えなかった。見間違いじゃなかったのか。壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから、出発したいときは俺たちに声をかけてもらえれば。一休みするなら食堂車がある。そろそろ出発しますか。なら乗ってくれ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。テートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。雪。おい、早く乗れ。ああ。ああ、どうも。一応ご連絡しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に程度へ向かってます。何かあったらお知らせします。外は雪だ。中も冷えてきたか。標人の亡骸があると言っていたな。亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。テートに入る覚悟もしねえとな。渓谷を抜けたらテートだそうだ。ずいぶん近くまで来たな。
どうした？そうか、わかった。また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今止まっちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。ぼんやりしてっと死ぬな。強靭の影響なのか。多分見える。偉大だしいな。強靭の亡骸だ。寒いな。俺もだ。さっさと倒せ。終わらせるぞ。グラディオ、セレ
砲を使うなら先に言え。
急げ、無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。おい、ノクト！どうした？中の様子がおかしい。早く来い。分かった。行くぞ、イグニス。ああ。おい待て、あの野郎。なんだ